ラベンナのがアンラ・プラキディア平等の内部、アエリアがアンラ・プラキディアは、ローマ皇帝テオドシウス一世とその後妻がアンラの娘。アルカディウス帝とホノリウス帝の異母妹である。西号王、アタウルフの日、後西ローマ皇帝コンスタンティウス三世の皇后。プラキディアは、テオドシウス一世の章で、バンダル人のスティリコとその妻、セレナのもとで育った。スティリコは、 西ローマ帝国で事実上の軍のトップとなっており、彼自身によれば、東ローマ帝国でもそうであった。408年、スティリコは、ホノリウス帝に処刑されたが、プラキディアの同意があったか、少なくとも、いろんな死だったとされる。スティリコの死により、非イタリア人のローマの将兵が、西ゴートのアラリック一世の陣営に移り、アラリックの軍はすぐさま、イタリアを侵略した。 409年か410年、アラリックによるローマ行為の間に、プラキディアは西ゴートの捕虜となった。西ゴート軍によるローマ略奪の間もプラキディアは連行され、イタリア中をさまよったが、アラリックが死ぬとガリアに移された。414年1月、プラキディアはアラリックの弟で、その死後に西ゴートの王となったアタウルフとナルボンヌで結婚した。 歴史家のヨルダネスは、二人は411年に、フォルリで結婚したとしている。ヨルダヌスによる日付は、彼女とアタウルフが事実上の結婚を済ませた時で、あると思われる。プラキディアが産んだ息子は、テオドシウスと名付けられたが、幼児のうちに死に、バルセロナに埋葬された。後にその遺体は、ローマのサンピエトロ大聖堂にある皇帝の霊廟に、移された。アタウルフは、 自分が殺害したゴート人の狩猟の部下に襲われて重傷を負い415年の夏今はの際にプラキディアをローマ人のもとへ返すよう命じた416年ゴートオ・ワリアはローマ人と条約を結んで指示を得る見返りに彼女を返還した417年1月兄ホノリウスに強制されプラキディアは将軍コンスタンティウスと結婚した 二人の間には、ウアレンティニアヌス三世となる息子と、娘ユスタグラタ・ホノリアが生まれた。421年、夫、コンスタンティウスはホノリウスによって、共同皇帝に任命されたが、東ローマ帝国は、コンスタンティウスの皇帝称号を戦勝として、認めなかった。激怒した、コンスタンティウスは軍団を組織して、コンスタンティノープルへ攻め込もうとしたが、 遠征の準備が整う前に死亡した。そのためプラキディアは西側ではアウグスタとされ、東側ではアウグスタの戦勝者とされた。コンスタンティウスが死ぬと、今度は兄ホノリウス自身が求婚したが、彼女は子供たちを連れてコンスタンティノポリスに逃れた。423年にホノリウスが死ぬと、西ローマ帝国ではヨハンネスが皇帝に即位した。 しかし東ローマ帝国のテオドシウス二世が、ゲルマン人の将軍、アスパルに命じて、西ローマ帝国を襲撃させ、皇帝、ヨハンネスや、西ローマ帝国の主だった高官らは425年7月までに、おおむね殺害された。テオドシウス二世は、同年10月23日にプラキディアの幼い息子、ウアレンティニアヌス三世を、自身の区靴として、西方聖帝の座に据えた。 彼女は、最初は、息子の名のもとに統治を行おうとしたが、即位の経緯から、プラキディアと、ウアレンティニアヌス三世は、西ローマ帝国の人々から憎悪の対象とされていた。彼女に忠誠を誓う将軍が死んだり蛮族出身の、フラビウス・アイティウスになびいたりするにつれ、帝国の政治は、アイティウスの手に落ち、アイティウスは、ローマ貴族となり後には、失政官ともなった。アイティウスは、 後に、西ローマ帝国をアッティラ率いる、粉俗から防衛する中心となる。プラキディアは、見かけはアエティウスと友好関係を保ったが、西側に支持者のいないプラキディアは、娘、ホノリアを、元老院議員と結婚させることで、元老院に取り入ろうとした。しかし、この企みは失敗し、えって事態を悪化させることになった。450年の春、ホノリアは、 分族の指導者アッティラに手紙と指輪を送り、プラキディアを含む皇族が元老院議員との結婚を強制するので、自分を救い出してほしいと助けを求めたのである。これによりアッティラは、ホノリアの手紙を合法的な要請として、狙いをコンスタンティノポリスからイタリアに向けた。プラキディアの最後の行動は、息子のウアレンティニアヌス3世に、 ホノリアを殺すよりも追放するよう説得したことである。450年11月にプラキディアは死去し、451年から453年のアッティラによるイタリア略奪を見ることはなかった。アッティラによる略奪は、ゴート人によるものよりも残虐なものであった。プラキディアが死ぬと、西ローマ帝国の人々の憎悪は、ウアレンティニアヌス三世へと集中した。後に、 ウアレンティニアヌス三世が、教会前の広場で暗殺された時、その場に居合わせた西ローマ帝国の人々の中に、皇帝を助けようとする者は誰もいなかった。プラキリアは、一生を通じて、敬虔なカトリック教徒で、後年には、ラベンナで、いくつかの教会に寄進を行った。ラベンナのガンラ・プラキリア平等は、1996年にユネスコによって、 世界遺産に登録されている。ありがとうございます。